って。そう、なんかロンティーでもないけど、なんかロンティーみたいなやつ、ロンティーではないんだけどなんかなんて言ったらいいのか、あ、すごいケロッピが、そう、なんかわかんないやつにしちゃって、寒いです、すごく寒い。そう、でもね、今日はこの後レッスンがあるから、そう、レッスンあると思ったのと、本当にもしかしたらさ、暑くなるかもしれないと思ったの。うん、そう、もしかしての、もしかするとそう思ったから、まあほどほどに長袖だけどみたいな感じにしようと思ったら、寒かった寒かった。そうね、夜だからさ、もっと寒くなりそうだよね、帰りとか。まあでも踊ったら暑いか、まあいいね、大丈夫だよね、きっと大丈夫だよねって、大丈夫だよね、きっとね、ほんと寒いけど、びっくりびっくりです。そう、なんか今日ほんとに朝、そう、いつもより遅く起きた。そう、ええー、と思って、起きたら、でも、いや、でもって言ってもそんな遅くないよ、7時、そう、7時半ぐらいに起きたの。でもまあそれでも眠くて、そう、なんか、そう、でも久しぶりに、そう、ちゃんと寝たちゃんと寝たっていうか、そう、6時間寝てないぐらいか。そう、6時間前後ぐらい寝た、久しぶり。そう、だから元気、今元気って。そう、でも帰ったらまた練習します。そう、夜また練習って感じだね。そうそうそう、頑張ります。あさってが、え、そうで、え、そうじゃん、あさって、みんなあさってですよ、意外とコンサート、もうって感じだよね。びっくりですが、楽しみましょう、みんなで頑張ります、頑張ります。そう、でもコンサート楽しみで最近お菓子買って買って食べたっていうなんかすっごいなんか小学生みたいなコメントしちゃったなんか、え、そう、何食べたかっていうと、じゃがりこのじゃがバターとトッポのあのビターのやつ、そうと豆ごろ7枚そうお菓子パーティー開催してた。そう、あとね、ピレグミ持ってるけど、またどうしようかなって、今とりあえずお腹いっぱいだからと思って、そう、まだ食べてない。美味しかった、みんなも食べてね、今日。
そうだよ、だからじゃがりこのじゃがバターとトッポのビターはさ、まあ買えるじゃんすぐ。だからそれ買ったら、それ買って食べたら、今日ね、今日それ買って食べたら、あゆの食べたものの一部が食べれる他にも食べてるけど、そう、他にもご飯ちゃんと食べてるけど、お菓子だと豆ごろはさ、そんななかなか手に入らないと思うから、あれだからね、そうだね、ぜひぜひ。秋のお菓子は何がおすすめだと、秋だとあれ、お札、そう今日買おうと思った、それこそ、そう今日それこそ買おうと思ってやめた、うん、やめて、やめましたそうなの、ハーゲンダッツの悪魔のささやきにチョコレート買った、だってまだ買ってない、そう気になって、気になってはいるんだけど、まだ見かけてないかも、そう見かけてなくて、そうもう見つけた時から買おうと思って、そうインスタで、ね、インスタの発売されますよっていうのを見てから買おうと思ってたんだけど、買えずにいる、買えずにいるっていうか、まだ見かけてない、いつから発売されたんだろう、わかんないけど、今日かな、そう絶対買うって思ってる絶対買うって、絶対食べるって思ってます。そうでね、昨日は、あ、そう昨日ね、そうゆかるんさんがさ13時間レッスン場いたって書いてじゃん、そうあゆもね、ゆかるんさんと一緒の時間から、そうちょうど朝ねレッスンあって、そうだからあゆも、そう最後まで一緒だったから、そう全てが一緒の曲ではないけど、そう最初と最後のあれが一緒だから、そうゆかるんさんと一緒だよ、昨日13時間いたんだと思って、そうと思ってびっくりした自分で。そうだからちょっと昨日ねショールームできなくて本当すいません、そうできなかった、ごめんね。そうなんですよ、そうだから今日は行く前にやろうと思って今やりました。そうまたできなかったら大変だと思って、そう始めました。そうメールも後で送ります。飲み物に名前書いてくれたの可愛かったって、これねゆかるんさんがね、え、あゆの書くってそう言ってくれて、え、かわいいと思って、え、じゃあゆかるんさんの書きますって言って書きました。まあ 何をあゆのペットボトルに何を書いてくれたかは、あゆのメール取ってくださってる方しかわからないメール取ってる方のお楽しみ、お楽しみなんだなんだ、メール取ってる方だけの特別なやつですね。はい、あゆのは、あの、そう、あゆがゆかるんさんに書いたのは、インスタのストーリーに載ってます。そう、だから昨日はゆかるんさんと頑張ったと言っても過言ではない、本当に。過言ではない、本当に。頑張りました、ゆかるんさんと。で、そう。そうでお昼はオカリナと、そう買いに行ったけど、そう買いに行ったけどって買いに行って、そう買いに行って、そう買いに行って、モス買った、そうモス買って、そうオカリナが行きたいっていうからモス買って、そうで食べるときは一言も話さずにみたいな
ほんと無言でお互いなんかもうご飯に集中してるかのぐらいの、周りから見たら本当に不仲かと思われるぐらいの、そう本当に一言も喋らずに食べるっていう本当周りから見たら絶対不仲だと思う。でもなんか一緒なんて言うんですかね、場所的にはそう場所は近くにいるのに、そう黙食で食べました本当不仲周りから見たら、でも本当に仲いい。そう不仲の食事本当に本当にそう思われるんじゃないかぐらいの無言さ。美味しいねとかもなかったもん本当に無そう食を楽しみました。なんかオカリナは喋らなくてもなんかなんて言うんですかね、黙っててもっていうか喋らなくてもなんか全然なんかなんて言うんですかね、居にくくないっていうか一緒に、そうなんか全然そう喋らなくても気まずくない関係だなって、後輩だけどそう全然気まずくならない。そうなんですよ。なんだろうね、なんでなんだろう。でもオカリナって結構なんかフレンドリーにね話しかけてくれるからなのかなと思った。なんだろう、なんでだろうね、わかんないけどわかんないけど、多分オカリナとは本当にフレコンとかきっかけかな、結構距離縮まったのは。そうフレコンきっかけで、なんかその前から全然仲は良かったんだけど、フレコンをきっかけにより仲良くなったかも。そうってところだね。そうよりよりってところ、そうなんですよ。そんな感じですね。うん。うんって。あとあでも昨日初めてあの空のちゃんもねいたけど二人っきりとかじゃなかったんだけど、そうレイちゃん藤園レイちゃんとそう初めて会話をして。会話をしてって会話をして初めて、そうそうなんかレイちゃんのそのインスタとか見てる感じだとなんて言うんだろうなんかなんて言うんだろう、どういう系って言ったらいいんだろうな、難しいな、なんかなんかお姫様みたいな、わかる言いたいこと、そうなんかおほほほみたいなおほほ系かと思ったら思ったら、あのそう全然そうすごいそうなんて言うんだろう、サバサバというかサバサバっていうかなんかそうそう全然そうなんて言うのないの思ってた、そう喋ったことなかったから、そう写真でしか見たことなかったからさ、そうそう全然そうあウェイって感じ、あもうそんな感じかな、そうギャル系どっちかといえばで、あれウェイちゃんってこんな子なんだと思って、そういい意味でそう思って話しやすかったです、すごくそうぜひ仲良くなりたいですレイちゃん
仲良くなりたいですって。はい、そんな感じです。ちょっと短めなんですけど、ランキング読みさせていただきたいと思います。噛んじゃった。13位翔ちゃん、ありがとうございます。12位ハッピーサピーさん、ありがとうございます。11位翼欲しいさん、ありがとうございます。10位人生方向音痴さん、ありがとうございます。9位少子白鳥さん、ありがとうございます。8位クラーカ銀志郎さん、ありがとうございます。7位ミータさん、ありがとうございます。6位ピカルン、ありがとうございます。5位サムさん、ありがとうございます。4位東京のまさみさん、ありがとうございます。3位ギャローさん、ありがとうございます。2位アキラさん、ありがとうございます。1位カモンさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございます。本当に急遽で、急遽始めるし、終わってしまうんですけど、本当にありがとうございました。ちょっとゆっくりできずにすみません。コンサート終わったらゆっくりやります。またはい、ありがとうございました。バイバイ、またねー。